ヤガチャガチャンネルは。はい、どうも皆さん、ヤガチャッチャというわけでございまして、昨日まで、お送りしておりましたサイレントヒル2、怖くない実況動画でございますが、今回からですね2週目に入っていきたいと思います。しかしながらこの2週目のですね映像は非常にしんどい。なぜかというと、ほとんどのシーン皆さんにとっていらないシーンだからですね。というわけで一回ですねクリアしていきたいと思うんですが、その時点でですね知ってる人からするとエンディング何個やるつもりなんだっていう話になると思うので、そこのご案内をしたいと思います。エンディングは4つご案内しようと思っています。で合計あるエンディングは6つです。じゃあなんで2個省くのかということを簡単に、ご説明させていただきたいと思っておりまして、基本的にこのエンディングっていうのはジェームスが、どういう依存の仕方をしたのかっていうのが最大の論点になります。要は途中で現れたマリアっていう存在がいましたが、もうね奥さんを亡くしたジェームスからしたらマリアでいいからっていうようなエンディングもあれば、いやいや全てをね自分の中で受け止めて前に進んでいこうっていうエンディングもあるわけです。しかしながら前回やった、インウォーターが、フォーの静止になっている、まあ、つまりながら、まあ、ジェームス的にはいろんな罪とかそういうものっていうものに潰されてしまったりで、最終的には、一緒に、湖の中に沈むっていう選択をしているわけです。でそれに関して、ジェームスの意思が変わった残りの2個のエンディングっていうのは別に私がご案内する必要はないかなっていう風に思ってます。ただどうしても見せたいエンディングが2個あるんです。それが、結論から言うと犬と UFO です。犬と UFO を見せるためにはもう1回とりあえずクリアしとかなければならない。でなおかつ、先ほど言ったジェームスの意思っていうのが明らかに屈折したエンディングが1本あります。なので今回その屈折したエンディングをお届けしていきたいと思っているんですが、ほぼほぼ全てのシーンがまあなんだ、こんなことやりましたっていうお話程度で、ほとんどスキップでお送りしていきたいなと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。ただ2週目になってね追加された内容みたいなところは、ご案内していきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いしますというわけでございまして、改めてね、こちら2週目進めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。というわけで、ただね、クリアには2時間弱ぐらいかな、多分ムービー見なくて済むようになったんだね。でまずやらなきゃいけないこととしては、オプションに入ってこの画面の状態で隠しオプションを出せば弾薬の数が3倍まで膨れ上がってるので、まあこうするだけで幾分楽ですよね。もう弾薬が3倍ずつ手に入っていきますので、前回のねプレイ一緒に見てくれてた方だったら分かると思いますけども、随分と進行は早まるかなというふうに思っておりますと。でなおかつでございますが、これは関係ねえのか、そっかそっか、まだ関係ねえか。そしたらまずは森の中で2周目限定アイテムを手に入れるのが一番先かなと思いますので、その限定アイテム手に入れていきましょう。はい、ですねちょっと進んで一番最初の墓場のところでね、アンジェラと会った後ですね、ここでですねなんかすごいうるせえ音が聞こえるんですけど、チェーンソーがゲットできます。でこれですね、よいしょ、こんな感じになっていて、まあちょっとね時間かかるんだけど、こんな感じで最初に引いて回してついてみたいな武器になってるんですけど、まあ基本的には敵キャラは瞬殺ですよね。余裕で瞬殺です。なのでこれを使っていくことでですね、そもそもではありますが弾数自体も減らせますし、あとはちょっと調子悪いなそったの、この上で進んでいってまあ基本的な邪魔な雑魚キャラは一撃だし、そうじゃないにしてもハンドガンいくら撃ったところで3倍弾薬があるので、あとはまあショットガンにかなり序盤の方で切り替えもできるかなと思うので、そこら辺のメリットをねうまく生かしていきながらね進行していきたいと思っております。というわけでございまして、今からサイレントヒルの中に入っていくんですが、30分以上スキップかな、まずは。なのでね、まずは一人で黙々とサイレントヒルの方プレイしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。さて鍵の回収に来たんですが、ここでですねもう一個お話ししといた方がいいことがあるかなと思って、ですね基本的にまあこれはほぼほぼその通りだと思うんですけど、この元々サイレントヒルで死んでる人たち、ジェームスって言われてます。
要はあれですよね、今だからこそ大体の話が分かるわけですけど、その罪として、殺してしまったっていうところから自分の罪っていうのを償うために、まあ自分のことを殺してくれる人っていうところを求めて三角頭が現れたわけですけど、それにね、殺されてしまった、要はループの亡骸っていう風に言われてます。なので、まあ、言ってしまうとね、死んでるのは全部ジェームスが、なんだこれっつってこの世界脱出しようと思ってって言ってる最中で、死んじゃった姿みたいになってるっていう風に言われてますね。まあこれはなんかね、2週目でね、いろいろと話のネタが分かってるからこそお話できる内容かなと思ったりします。はい、今これ鉄パイプとか手に入れられるところのマップのガソリンスタンドに来たんですが、ここに失われた記憶がございます。初失われた記憶、ロストメモリー。その名前はそこの土地に奪われ、そして追われる彼らの伝承に由来する。静かなる精霊眠る場所、ここで言う精霊とは自然世界における、構成要素であり、同時に死者であり、崇めるべき存在だという。そしてこの伝承は、そう呼ばれるこの土地が、神聖な、祭秘のための場であったと語る。しかし最初に彼らからこの土地を奪い、移住したのは今この町に住んでいる人々の祖先ではない。それよりも前にも移住者たちはいた。その時はこの町は別の名前であった。だがそれが何という名前なのかは記録はなく、知る者もいない。分かっているのはその名前があったということ、そしてこの町が何らかの原因により一度は放棄されたということだけである、というね、こちらね、失われた記憶っていうのが手に入ります。で、失われた記憶が手に入ったところで、基本的には、まあ、一段落というか、これで2個目のアイテムはゲットしたので、また3つ目のアイテムを手に入れなきゃいけないんですけど、次はね、資料館ですね。資料館にあるところの、黒曜石の祝杯っていうのを取りに行かなきゃいけないんですけど、ってことは病院丸々スキップですね。なのでちょっと病院を、クリアしてきてしまいたいかなというふうに思っておりますので、何卒よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、資料館に到着いたしました。で、資料館に入って、ドア開けてと、で、この中にですね、ここ、この真ん中のところに、黒曜石の、なんだろう、酒杯が、あります。ね、黒曜石で作られた古めかしい杯、廃資料館で手に入れた。これでですね、3つ目をゲットしましたが、まだまだ進めていかなきゃいけないと。で、これに関しては、そうですね、足の部分に蛇が彫られてる。ですね。で、まあこれに関してはさっき本はもう読んでるので、で、そうなると次は4つ目のやつを取りに行かなきゃいけなくて、次はこれホテルの後編なので、ここ抜けて、全部終わらせてボートで渡った先なので、その状態で、最後までクリアもしなきゃいけないっていう状況なので、まずはですねホテルの後編に、頑張って移動していきたいと思いますので、また少々お待ちください。まあ待ってくださいってスキップなんですけど、さあ、終盤戦も終盤戦でございますね。これがですね、ヘッドホンで音を聞いたところの部屋になってます。病院の先生とお話しした部屋ですね。なんですが、こっちどっちだ、どこのどこだ、最後本だからさっきのこの右側の本かなんかかな。これですね、書赤の、ダメだ。さあ読んでいきましょう。真っ赤だね。タイトルはもうやめろよ、繰り返すなよ。語れ、我は、シンクのものである。嘘と霧は彼らではなくまた我である。何時らは我が一人であることを知っている。そう、一人は我である。を信じる者よ、400の僕、7000の獣と共に言葉を聞き、そして語れ。太陽のもとにあってもそれは忘れてはならない。無限の盲目と降り注がれる、いや、それは、我の復讐である。枯れゆく花の輝きと否定される死者、それは我の祝福である。何時らは我と我の司る全てを沈黙のうちに讃えよ。赤き心臓の四方へ放つ誇り高き香りを、白き酒を満たす杯、全てはそれに始まる。何言ってるかっていうところなんでございますが、さあというわけでございまして、これね、失われた記憶、赤のなんたら、白のこういう、黒曜石のっていう、この4つを集めた状態でエンディングに向かおうとすると、分岐が発生します。ただね、ちょっと愚痴聞いて、
急いでプレイするがあまりね、狩猟ライフルを取り忘れたのね、残念でございますね。というわけでラスボス戦はちょっとショットガンで挑まなきゃいけないんですが、というわけで、これらを全部持った状態で次はエンディング分岐まで、進行していかなければならないので、またですねエンディングラスボス倒したあたりでですね、お会いできればと思っております。というわけでね、アンジェラが燃えるところとかね一通り見なきゃっていうところでございます。行ってきます。はい、お待たせしました。ようやくですがエンディングが終わりました、ね、エンディングが終わったらこの動画何だったの話だよね。ラスボス戦が終わりましたね。もともとはね、あの部屋にいて会話のシーンからでしたよね。メアリー、安らかな眠りから覚ますのを許してほしい。メアリーがいないと寂しくてたまらない。私には君が必要なんだ。この街はサイレントヒル、古から伝わる神たちとそれを崇める人々がいた。彼らは力を持っていた。非現実的な死をも否定する力。桟橋と右上側に建物が見えますね。はい、というわけでこれがですね見せたかった2つ目のリバースというエンディングでございまして、これにて終わりなんですが、あれスタッフロールが流れあれかな、読み込みか何かで、そうだね、ちょっとしたら流れてくるっていう感じだよね。でこれで終わりというエンディングです。まあ言うのであれば、死をも否定したからこそ、最終的にどうなったかっていう開示は特にないんですよ、という、ちょっとまあエンディング2回目なら飛ばしちゃいますね、という、その特に開示とかがない状態で行われるエンディングっていうのがこのリバースって言われるエンディングになっております。まあなんでしょう、なんでわざわざ見せたかって言われると、まあそのジェームスが選ぶ選択肢としては4つある中で一番非現実的な選択肢だったからっていうのが一番強いかなと思ってます。まあ要は先ほど言った通りね、メアリーと共に沈むエンディング、メアリーを決別して新しく自分の道を歩んでいくエンディングで、メアリーの代わりにマリアを連れていくエンディング、そして今のがもう一度、メアリーを蘇らせる、メアリーの死をも否定する、自ら殺した女を改めて自分が否定するっていうね、非常に何とも言えないエンディングになっているんですが、という感じで、これがですね、2つ目にお見せしたかったリバースというエンディングでございました。というわけでございまして、今回の動画短いんですが、次回さらにお見せしたいエンディングが2個あるんですね。なので次回の動画では2個まとめてお見せしたいと思います。1個目に見せたいのが犬エンド、そしてもう1個が UFO エンドですね。そちらの2個をねご案内していこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。というわけで私まだまだサイレントヒル2から逃げられませんというところでね、頑張っていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。というわけでございまして、今回はいつものね、規定の時間に比べると時間が短くて申し訳ないんですが、また、来週ですかね、次回の動画も何卒よろしくお願いします。ここまでの終わった私、ヤガミンことヤガミンハヤテがご案内しました。ではまた次回、 See you next time, stay tuned! バイバイ!